おはようございます。黒バラ軍団のタクです。本日のターゲットホールはプリプリ603です。朝一の並びは約80人ぐらいの中、抽選番号は50番でした。本日の立ち回りなんですけれども、前日の下見は以前こちらのホールで収録させていただいた経験を踏まえまして、ホール内設定変更据え置きが、結構日によってバラバラなので、まず朝一はホール内の設定変更状況をしっかり把握することから始めたいと思います。その中でも据え置きでもリセットでも打てそうな戦国コレクション2がありましたので、そちらから、朝一は攻めていきたいと思います。ただ抽選番号が悪かったので、もし取れなければ、まずは、ホールデンの状況をしっかり把握してから立ち回り方考えていきたいと思います。前回、実戦で負けておりますので、本日しっかりまた勝って1勝できるように頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。お願いします。先これ埋まってますね。まず、狙い台の戦国コレクションが抑えられたんですけども、巻いてる中の戦国コレクションリセットかかってれば、その時点で期待値あるんで、まあ、ガクチェックも効くんで、まずこれを抑えて、で先に周りの、状況だけ見に行きたいと思います。ではまず、戦国コレクション攻め変わってないんでガクチェックからいきます。ガクなしで、ちなみに、この台が、前日260コレア目の、AT 終了画面が通常の画面なんで、まあ、据え置きなら、まあ、打てる、コレポイント数じゃないんで、他の台探しに行きたいと思います。では次この北斗の拳天才の将なんですけども、もうすでに朝一1回転回しておそらくガックンチェックされてるんですが、前日閉店ギリギリまで打たれてて、天波終わってすぐやめられてるんで伝承モード残ってるかもしれないんで、これでちょっと打っていきたいと思います。天波の煽り全くないんで、ロックアベシにてこの台やめたいと思います。今パッと見たらバジリスク絆が、4台朝一降格いってて、おそらく前立じゃないかっていう状態と、転生が末置き遅う、戦国コレクションが、設定変更末置きどっちもありそうなところで番長来たんですけども、番長結構朝一前長入ってる台多いんで、もしかしたら番長もリセットの方が多いかもしれないですね。はい、では、このサラリーマン番長なんですけども、当日のボーナス86ゲーム、まあ、おそらくこの時点では据え置き濃厚な状態だと思うんですが、まあ、前日が93ゲーム目で、酔い越しなら約180ゲームというところで、まあ、リセット判別しやすいと思うんで、この台まずはリセット判別からしていきたいと思います。番長も、しばらく見てると、数学のリセット、半分ずつぐらいなんで、まあ、朝1台攻めづらかったりする状況ではあるんで、ちょっと慎重には行
きたいっていう感じですね。でコロナにも、もうすぐ来る宵越しの2泊のゾーンで据え置きならやめ、設定変更されてたなら当たるまでまずは打っていこうかなっていう感じです。ここで広角にも前兆にも入らなかったんで、設定変更濃厚な状態になってましたね。でまあもしかしたら前回も少し実戦で言ってるかもしれないんですけども、まあそれ今魔女設定変更されてれば、まあ、設定変更用の設定差のないテーブルに移行して、まあ、レア役解除自体もそこまで設定差がないので、まあ、当たらなかったらまあしょうがないんで、高設定を指定してるわけではないんで、まあ、僕は基本的に番長リセットで狙い台があるときはリセットかかってれば当たるまで打つっていうスタンスですね。まあ、当然その間に強滑りだったり、お滑りだったりの反応を見ながらっていう感じですけどね。198ゲーム、チャンス目です。202ゲーム、チャンス目です。で、チャンス目の前にベルで白フラしてたんで、もしかしたらマップレベル高い状態でのチャンス目かもしれない。これは取ったでしょう。3連続、この2万5、6。仕事も全力じゃ。206ゲーム8点です。チャンスアップゼロ。30ゲームチャンス目からのボーナス当選です。投資が250枚です。まあレア解除しましたけども、まあなんとかギリギリ設定変更判別、設定変更濃厚という状態は見れたんで良かったんじゃないかなと思います。これはボーナスです。お継続でトータル80ゲーム。はい、でボーナス80ゲーム285枚で終了です。これで60ゲームくらいから全長くれば完璧なんですけどね。おすべり引いてないのに尿も治り、研修前はなかったんで、おそらく研修中に引いた1枚薬からかもしれないんで、これは言ってほしい。驚き入ります。人事始め尿門じゃ。62ゲームですかね、おそらく1枚役からの2本です。これはちょっと粘りが出てきましたね。
で、天国の可能性も高いんで、ここはもうぜひともいただきラッシュにつなげたいとこですね。残念、うわーもったいない。で、日本文語速練習です。82ゲーム、ゲーム終了ボーナス当選です。持ち込みで当たりました。ということは、おそらくまず朝一恋愛解除から一発で天国には行ってくれますね。赤7ボーナスです。何つ目？お、いただきラッシュ確定しました。オール緑です。チャンス目からですね。はい、というわけでいただきラッシュ確定です。ボーナス終了で枚数引き継ぎ427枚です。赤7、赤いただきラッシュです。終わります。まあ、ここまでで通常、1万円からの2本を見れて、まあ、設定1、2で2万3000分の1、設定6だと4600分の1っていうものを見れたんで、まあ、これは全てではないですけども、あとまあ一発で天国行ってくれたっていうところを加味すると、まあ、しばらくこの満潮、設定、判別、もう少し密にしながらこすれて打っていこうと思います。ラスト。はい、ということで、いただきラッシュ駆け抜けで586枚でした。3ゲーム発展です。いい方いきましたね。ただボーナスもあり得るゲーム数ですね。96ゲームボーナス確定です。7ボーナスです。おー、まあ、ジャクシェリーもしくはベルからいただきラッシュ当選しました。というわけで枚数引き継ぎ657枚です。本日2回目のいただきラッシュです。赤いただきラッシュです。
お次パターンですね。前兆終わったと思いきやまだ前兆続いたパターン。28ゲームペップレムです。熱い青テント。というわけで、30ゲームくらいですかね。もうラストですね。マップ解除ですね。めっちゃ溜まりましたやん。で多分天国でナイバーウなら確定してて昇格での絶頂らしいですね。頑張りまーす。さあ始まります。お、青色。リーチ目。もう滑るかと思いきや多分これもリーチ目ですね。これで保証ゲームラスト。弁当箱。そこから50ゲーム。トータル305ゲーム。上出来、上出来。これがトドロキコンボだ。それで青なら番長ボーナス。オルハテナです。上乗せまして行きます。この10ゲームで、トータル今残り336ゲームです。オトボギポイントからのボーナスステージを。やっぱ脱ゲームビプラムです。今ベルの時なんか変な光り方したような。あ、やっぱそうでしたね。全長でしたね。286ゲーム男気ポイントからのボーナス当選です。かなのボーナスです。10ゲームなんですけど、残りが120ゲームです。ラスト。はい、というわけでいただけの終了でトータル2292枚でした。147ゲームを滑るです。これ通常10回目ですね。ただ引き戻しの前兆に
すでに入ってるんで一旦お預けですね。こちらをご覧ください。172ゲーム、次回予告から発展です。次175ゲーム、この地です。これが1回目のいただきラスの分か、2回目の今終わったいただきラスの分かは分かんないですが、とりあえずいただきラス引き戻し入れましたね。まあ、一旦引き戻し確率2分の1にしておきます。続けて引き戻しからのいただきラッシュです。当たりましたね。多分リーチ目出ますこれ。234ゲーム、マップ解除でのボーナス挑戦です。ただのボーナスです。オールハテナですよ。ボーナスで10ゲーム獲得です。で残りが15ゲームです。やった50ゲーム獲得です。ラスト はい、ということで枚数積で2690枚です。こちらをご覧ください。なるほど。ありましたね。これでラスト。で93ゲーム、ニオモン終わり即編集です。約1ゲーム、生き物シノボーナス当選です。これで3分の2です。で、まあ、奇数で 15% 設定6だと 30% の引き戻し確率なんで、まあ、いよいよちょっと高設定の偶数よりっていう感じになってきたんじゃないですかね。赤番高いただきまして、全員はボーナス回107ゲームです。はい、枚積積で2827枚でした。はい、では、200のゾーン抜けたこのタイミングで、まあ、お昼前に一度ここで周りの状況見に行きたいと思います。まあ、お昼になって一度周り見に行ったんですが、朝から埋まったバジリスク、絆、中心にまだ朝から打ってた人がずっとこすれて打ってるんで、まあ、出玉に繋がってないだけで、まあ、それなりの根拠が
あるんじゃないかなと思われるのと、転生が前代まがくチェックされてたんですが、旗当たり結構稼いでる台も多く見えるんで、まがくん対策してたか、がっくんしたけど1ゲームでやめていったかっていう状態の可能性も出てきたんで、まあ、そこら辺の機種に注目しながら、僕の打ってる番長も設定っぽい挙動はしてるんで、設定判別もう一度、続けていきながら、まずは番長、打っていきたいと思います。でボーナス60ゲーム171枚で終了です。71ゲームマップ解除のボーナスです。ということはおそらく、通常 A からマップ解除で天国に行ったんですね。7ボーナスで出会い役がチャンス目2回到着地に1回です。お、2個目でいただけます確定。最終ゲームでイベントまたチャンス目2個とも当たってましたね。抜けていただけます確定です。毎月次190枚です。本日3回目のいただきだって。深いいただきだって。はい、というわけでいただきの終了で731枚でした。で今ボーナス間200ゲームからです。237ゲーム8です。アップ2個241ゲーム。おー引き戻しですね。これで6分の3です。ではモード1個が若干ブース寄りなのを加味すれば、まあもうほぼ4で一番可能性高いのが6っていう感じで間違いなさそうですね。というわけで引き戻してのいただきラッシュです。はい、いただきましたので1114枚です。はい、ということで今、いただきましたの引き戻しが7分の3です。なんでまあ設定6の数字の 30% 以上は引き戻しがかかるので、
ラクなしでかなり、ああ、いただきました、当たりました。さっきも出ましたけども、ボール緑なんで、おすべるではなく、もしかしたら追加の20ゲームからレアクなしでしたけども、レアク以外からの完成ですね。はい、というわけでいただけます、確定です。ボーナス60ゲーム152枚です。はい、というわけでラッシュ終了で402枚でした。というわけでボーナス40ゲーム200枚で終了です。それでボーナス終了で毎戦奇跡293枚です。ボーナス40ゲーム97枚で終了です。で今のところこの台なんですけども、全体的な挙動を見る限り、グースよりで共通メールの確率の以降を見ると、まあ、4-6濃厚という状態でずっと打ってましたけども、レア役解除から、通常へのループ、何回か知らしてるんで、ブロックの可能性ないわけじゃないですけども、どちらかといえば今のところ設定4が一番濃厚じゃないかなっていう状態です。で今、まあ、夕方になってきて、空き台自体が今5、6台しかないっていう状態で、まあ、そんなからこう設定ないどころか、まあ、ゾーン狙いで狙いっていうのもなかなかしづらい状態ではあるんで、まあ、ワンチョンも設定4なら戦える設定なんで、まあ、もう少しこの台でちょっと頑張ってみようかなと思います。もう一度回り見に行って、まあ、機雷がほとんどない中、機雷の中からゾーン狙い、機種もないく、もう設定狙いできる機種もなくっていう状況は変わらず、僕言ってるマッチョが、限りなく設定4が一番可能性高いっていう状態になってきたんですけども、まあ、スケードも言ったかもしれないですけども、まあ、設定4ならまだバンチの中では戦えるんで、この台でもう一度頑張りしてみます。68ゲームマップ解除でのです。持ちコインが今100枚ぐらいになりました。で今投資250枚なんで一旦今マイナスですね。よしよし、これで5ポイント。ダメか、あった。めっちゃ悪いな。青7番茶ボーナスです。いやーラスト、どこも無理か。で番茶ボーナス133枚でした。前半の前兆で当たってなかったら一旦ここで先に回り見に行きたいと思います。次
ア戦国コレクション2の、現在511コレで終了画面が、キラキラもクロバもなしの通常パターンなんですが、511コレからだとおそらく天井狙い、プラマイゼロぐらいのところなんですが、もう打てる時間がもうほとんどなくなってきたんで、まあ、これ以上待っても、まくれる可能性も低くなってくるんで、この台天井狙いで打っていきたいと思います。78ゲーム678これで修羅モードです。ちょっと弱い689これ689これ8です。ちょっと敵少なくなってるんでチャンスアップダウン。さあ信長、あれ味方一人しかいなかったですよね。多分矛盾とかじゃないですかこれ。で、パーツも出て、取れましたね。593ゲーム693これ、これパニッタでのエティ当選です。今総投資が350枚です。なんとか最大天井は上がりました。頑張ります。バトルになってんね、ナポレオン。クロスは小文字、はい、続いてセットで135枚で終了です。で、終了背景通常、発展しなければチャンスなんですけども、やっぱちょっと弱かったで数え間違いかと思いましたけど。というわけで86でこれポイントでのレディ当選です。天国でしたね。持ちコインで当たりました。でジャクチリーでステージは一応継続スタイル一番低いですね。頑張ってここでいや役を引かないと。チャンスアップなし。はい、というわけで単発152枚で終了です。終了画面は通常です。これで多分前兆中に引いた弱チャンス薬からの発展ですね。長島チャレンジはなし。思いきや発展で一番熱い演出発展しましたね。
ップで、10ゲーム10これで鹿島チャレンジです。追加でプラス5これ、はい、で今21ゲーム101コレの状態です。お、強チャンス、強チャンス役で300コレってことはもうとりあえず当たりました。というわけで、275ゲーム、累計で989これで当たりました。今総投資が650枚です。ヨーロッパ、対決発展です。一応女性キャラは継続期待度アップ。チャンスアップ1個、はい、ということで継続で2セット目です。で、おそらく、シナリオ2が一番可能性高いんで、このセットの継続率が 10%。 で、まあ、ゲーム数伸ばしてちょっとでも増やすか、どうにかしないとって感じですね。一応キャラはチャンスパターンで、あんたが絶対の流しの魅力に勝てるものだって、いいよ。チャンスアップなし。というわけで2セット243枚で終了です。というわけで、お願いしないでマッシュアレンジ残り3ゲームからで、現在3ゲーム20コレです。はい、では、今ちょっと戦国コレクション天国指定されたところで、他の台探しに行きたいと思います。はい、次この花火なんですけども、現在トータルで累計7000ゲームちょっと待ってこういう数字になってて、まあボーナスだけで言うと、まあ高設定見える数字なんで、でも残り時間もないんで、3枚もマイナス500枚のところこの花火で何とか逆転したいと思います。はい、では最後に設定狙いで打ってた花火なんですけれども、まあ、なかなか自分で650ゲームぐらい打って結果ノーボーナスというところで、まあ、時間的にも、ボーナスいくら早くてもあと2回引ければっていう時間になってしまったんで、まあ、今回はこれにて実戦終了にしたいと思います。お疲れ様です。実戦終了いたしました。本日の立ち回りなんですけれども、朝1から、まあ、リセット状況を把握しながら打った、オフサレインは満潮、セット変更されてて、まあ、最終的に自分の中では、設定4というところで、間違いないとは思うんですが、まあ、出玉大量に一旦得ることできたものの、まあ、やめ時を間違えたというか押し引きで、満潮でマイナスになってしまい、その結果、まあ、その後立ち回り苦しい展開になってしまって、まあ、さらに投資を重ねるという結果になってしまいました。本日の結果なんですけれども、投資が1500枚、回収が0枚、サマイがマイナス1500枚という結果になりました。
本日で、S ランクで2連敗となってしまいましたので、次回何としても3連敗阻止するように頑張りますので応援よろしくお願いいたします。